古代北アラビア文字は、アラビア北部及び中部で、紀元前8世紀から西暦4世紀まで使われていた、古代北アラビア語を表記するための文字。フェニキア文字と同様、シ音のみを表記するアブジャドである。古代北アラビア文字は、非文用の文字で、明らかに、南アラビア文字と関係があるが、正確に、どういう継承関係にあるかは明らかではない。 古代北アラビア語はいくつかの互いに関係のある方言から構成されるが、うちハサー方言は南アラビア文字で書かれている。碑文の数は非常に多く4万を超えるが、その98%が落書きであることや、多くが信頼性の低い模写に頼るしかなかったことなどから、研究は十分に進んでいるとは言えない。古代北アラビア文字、南アラビア文字、 および南アラビア文字から発達したゲーズ文字を総称して南セム文字と呼ぶ。サファー方言の文字の一覧を記したものが4種類発見されているが、その順序は互いに異なっている。このことはおそらく文字の使用者は体系的に文字を学習したわけでないことを示している。文字は右から左に書かれるのが普通だが、タイマー方言ではしばしば牛公式に書かれている。 タイマー方言とサムード B は左から右に書かれることもあり、サムード C と D は通常縦書きされる。サファー方言とヒスマー方言は所字方向が定まっていない。ダダン、ヒスマー、サファー方言ではセムソモに3種類あった無声視察音が2種類に減り、このため古典アラビア語と同様の28文字になっている。これに対してタイマー方言は多少異なった。 シーン体系を持っていたらしく、他の方言にない南アラビア文字の S3 に対応すると見られる字が使用されている。基本的にシーンのみを表し、ラダン方言で小松の長い A、U が H、W で表記されることがあるのを除いて、他のセム系の文字に見られるような順母音は使われていない。また、重ー,ーンも表記されなかったようである。 2014年のユニコードバージョン7.0で、追加多言語面の U プラス 10A80 から U プラス 10A9 回までに古代来たアラビア文字のブロックが定義された。29の文字が南アラビア文字と同じ順序で配列されている。他に3つの数字が定義されている。ありがとうございます。